トウキユウジヒロンベラシモザとハイタイホネよろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。テンテンテンと我々ですね、 TikTok の方でハイタイホネという名前でねやってましたけども、うん、今回 YouTube の方をさせていただけるということでございました。はいはいはい、集まってまいりました。よろしくお願いします。お願いします。はじめましての方もいらっしゃると思いますので、うん、簡単にね自己紹介なんかできたらなと思っております。さすが私が、現在32歳の絶賛腰痛に悩まされておりますともきです。よろしくお願いします。なんもう、ね、背もたれのない椅子がねあのピッチいいんすよ。なるほど、ね、腰痛持ちは、よろしくお願いします。通持ちはね、通持ちって言うのか普通俺スリー持ちでいやそれ通じゃないですツースリーじゃないですか。いや絶対に切ってない。じゃあそしてはい僕は、36歳、ユージという名前で人間やっております。現在ですね帯状疱疹になっております。帯状疱疹というのは水疱瘡を幼少の時にかかった人が大人になって疲れた時とかに出てくるやつですね。大丈夫ですか。だいぶ右胸の方がね、満身創痍ブツができてすごく痛いですけど頑張ってやっていきます。いやいや M1 みたいな大丈夫だよ。そして私がピロンピロン下里です。あのかのピロンピロン下里でございます。レジェンドみたいに言った。今年35歳。こう見えてね、見て分かるとは思うんですけれども、はい、7年間彼女がおりません。分からない。彼女ができたら、はい、もう僕は YouTube やめるって決めてますんで。いや、すごいな。何のために始めたの。彼女のためにもう YouTube やめますんで、その時は。なのでね、今日あの僕のピロンピロン下里という名前と顔だけでも覚えていってください。顔覚えきれるわけよ、だからジェイソンの人だで覚えられるよ。知らんよ。これが用意していた一発目のボケです。いや、言うな言うな。そうやって言うな。恥ずかしい。ドゥーン、ドゥーンじゃないあんま変わらないし。いや変わるだいぶ変わるよ。生川ハイランかと思ってそんなのオープニングでやられたらたまったもんじゃない。エルイやったらバズるっていうの。いやバズるないやっちゃうと思うけどね。即バンだろ。そんな3人ではいやってます。よろしくお願いします。お願いします。何なんですかいきなり。カウントだ。取ってんじゃんよ。漫才者みたいに、うん、そういうもんなんですよ、うん、漫才者やめとけよ。俺は痰が詰まってるだけですずっとうーん言ってる。まあまあ自己紹介だけだったらあれなんで、これ頭につけてくださいっつってインディアンポーカーをやっていこうというしゃ企画一発目。はい、あ簡単に言うと自分のねなんていう言葉が頭に貼られてるか全く分かってない状態なので、うん、それを引き出すようトークでね相手に言わせて言ってしまったら負けってことですね。そう負けたら罰ゲームが待っているということでございます。じゃあ俺こっちに書いてるやつ言ってしまったらもうアウトってことでしょ。はい待ってそうです。じゃあいきますよ。よーいスタート。なんで隠れるんかよ。あの余計はナイスゲージって隠れるんかも。お前隠れるんかも。やばいやばい。これはやばいっすね。やばい。あのこうなってるから。何かを引き出されそうになってる。はい下田さんめちゃくちゃ映えてる。これが衣装と衣装と帽子、ま、普段帽子かぶってるけど。本当にこれがかっこいいよ。映えてるから。おいしいものにともきまーすよ。はなんか言わされそうになってる。かわいい。いつもかわいい。I'm fine, thank you. 目がかわいい。Oh, just a moment, please. 眉毛もかわいい。まつげもかわいい。髭もかわいい。あとは OK, I see, I see, I see. Understand. 英語に逃げるという。抜け道を発見した。あ、ドブロス、抜けボルカあ、ドブロス、ボルカこれはどこだあ、ボロス、ノート、プリンストボル、ボースボーあ、ドブロス、プリンユーさん、なりそうのボケそう、関心大温存だ最大温存もあー、これはどっちかな。じゃあ、ユーさん、マジで空気止めないで今空気止めて迷惑かけてるよ、今本当に下田さんの言うことは聞くユージさん今迷惑かけてますよとっても聞いてください。え疑心暗鬼になって。昨日買った万歩計機能してるかな。いいダジャレだ。はい。いいダジャレコーナーが。
始まりましたけど、はい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 、う、え、はい、う、う、お、もきゅ、もきゅ、あ、は、言いましたね。さっき、彼言ってませんでした。言いましたね。え、見直すことできます？言ってませんでした。あ、言ってる。いや、本当に言ってたような気がするよ、結構前。あ、え、なんだと思う？なんだと思う？じゃあ一回止めてみます。え、はい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 、う、はい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 、言ってたね。確認した変化言ってましたね、あなたね。言ってたね。ちょっとちっちゃい声ではありましたけど、見て、待って、見ていい？俺これ言った？いやだから自分でも、なんだろう、意識的に言ったつもりがないやつだから。はい？じゃあ言うな。言った人、罰ゲームありますって二人に死にドヤ顔で言ってた。本当に嫌だ。ジンクスありますから。本当に嫌だ。過去にするには時間がかかるね。大失礼じゃないですか。見てくださってください。え、俺見ていいんですか？どうぞ。リュウジさんは、あーごめん、絶対言わない。いや今もうごめんって言ってたっしょ。言ってた今、あーごめん絶対言わない。すぐ言ってた。え、じゃあ俺は何ですか？ありがとうは言うよ俺。そう、言うから。センキューって言ってた。そう、すぐ英語に変換しよったから。なるほど、危ない。俺ありがとうって口癖のように言うから。感謝の、感謝の人だから。違う違う、間違われるけど違います。じゃあ罰ゲームやりましょう。はい、今回の罰ゲームはハナミンティア。よいしょー、イエーイ。よっしゃー、そんな嬉しい。ぶちかませー。おっしゃー、いいっすねー。はい、2段目よ。じゃあ本当に嫌だっけよ。じゃあミンティアをね、こちら準備しておりますので、一番スースーするやつ。ブラメンね、ブラメン。花ミンティアですね。見ていただければわかると思います。じゃあ、でも3粒も使うの？どんぐらい、どんぐらいぶっ飛びたい？ぶっ飛びたくはないわ。これをね、粉状にしていきたいと思います。これ良くない遊びよ。絶対真似しないでくださいね。いや、ちょっと自分でやったやし、好きすぎて。いや、ちゃんとお札でやるんかよな。生々しいわ、現金出してきて。それお札丸めて、それをそのまま、これ整えるだけじゃないらしいですよ、千円札で。これで、一気にもう、全部こう何かあったらすぐ近くに耳鼻咽喉科もあるから。奥の方に入れた方がいいかもしれない。入れた方がいいんすか？粘膜にぶち当たるようにしよう。その方が飛べるから反対。飛べるくん、初めて、初めて。今日タダでいいからさ。タダで、初めてだから。初めてだから、こうやって始まっていくんだろうな。ガチで怖いんだよ。いきます。いけいけ、いきます。突っ込んでいきます。そりゃそうなるよ。痛い痛い痛い、ああ痛い、ああああああ、その先に快感待ってるから、その先に。ちゃんと鼻炎が出た。あー痛い、鼻で呼吸したら痛い。もうちょっと残ってるよ。マジ。ちょ待って、あー、まあ、終わりね。じゃん、終わりね。もう終わり。あとはもうユージさんが、あとは個人で楽しむんで。すいません、スタッフが美味しく吸引しまって。はよ。そんなもうスタッフもろとも頼るな。いや、どうでしたか罰ゲームは。いや、最低ですね今。マジで最低っすね。よくやったね。よくやったねじゃないよ。やらすな。じゃあ言われたこと何度もやろうぜ。いや、こんなのじゃ罰ゲームで出すな。俺がって言ったら死ぬんか。生きれ、生きる。楽しめ、人生楽しめ、楽しむ。
皆さんも楽しんで生きていきましょう。はい、というわけで、この動画が楽しかったらいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価とあとコメントなんかいただけたらありがたいです。というわけで、今後も、ハイタイホネよろしくお願いいたします。ということで、また次回、さよなら。よいしょー、次回はあんなことやっちゃいます。何何。